テラシーの高いあのご家庭の方は中学校の必須なんで、うん、早いうちにダンスに触れさせておこうとかっていう。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。ギリアナウンスアカデミー、ミキさん登場ということで、よろしくお願いします。お願いします。フランチャイズ版タイガーファンディング終わってから初めて。はい、初めてです。緊張しました？めちゃくちゃ緊張しました。どの場面が緊張したとか覚えてます？いや、なんかもう撮影中頭の中混乱してたっていう感じで、若干緊張してるようには見えましたね。うん、まあ詰められましたよね。はい、そうでもない。なんか撮影に向けて YouTube を隅から隅まで見たんで、もうちょっと詰められるかなって予想は、はい、まだしてたかなっていう。じゃあ思ったよりは詰められなかったんですね。そうですね。なんかどっちかとちょっと優しかったかなとかって思えるぐらいかなとは。はい。トラは誰がいましたっけ？トラは、ふみ社長、あとともハッピー社長、はい、で、林社長と竹村さん。4人の会か。4人の会、はい、これ一人忘れてる。ちゃんとで岩井さんは？岩井さんは司会されてました。4人か。4人。あ、高木社長です。あ、すいません。いや、忘れてるんだ。ちょっとね、まずいこと怒られそうですね。すいません。高木社長です。この頃4人ってやってないもんね。うん、すいません、高木社長です。はい。そうだね、あの、はい、スクールビジネスでね、はい、あの、先輩経営者として、辰巳くんがアサインしたんだと思いますね。あ、ありがとうございます。まあね、なかなか具体的なこと言ってましたもんね、高木さんね。はい。うん、いやというわけで、はい、加盟説明会ですね。はい。いつでしたっけ？1月の21日の土曜日ですかね。はい、東京駅周辺ですね。はい、これ読めないですね。ダンススクールなんですよね。割と市場はあるんですよね。この頃急激に広がってるところですよね、子ども向けのダンスっていうね。はい、じゃあ改めてどんなビジネスモデルかっていうか、はい、のをちょっと説明してもらっていいですか？はい、ありがとうございます。スクール自体は3歳から習える初心者向けのキッズダンススクールになるんですけども、今回のフランチャイズは運営は本部に、お任せできる投資型のフランチャイズビジネスになります。ね、投資型だからね、お任せパックだからね、はい、まあ、すごいよね。そしてメインのところに1個教室を作って、はい、貸し会議室みたいな、はい、レンタルスタジオみたいなところでサテライトを何個か作っていく。そうですね、そこがポイントでしたね、このビジネスのね、はい、だから最初なんでそれいらないじゃないかっていう、みんなそう思って、はい、でも後半、まあ、何分かぐらいのところで、あ、なるほどねと、それはやっぱりなきゃダメなんだねっていう話になったところで、はい、かなりいい方に傾いたっていう感じでしたね。はい、まあ、僕が見る限りこのなんかダンススクールって多店舗化してるところもあるんですけど、皆さんおっしゃるのがなんかその先生を中心にその先生のためにやってるみたいな、そういうスクールが多いような感じがするんですけど、はい、なんとなくそうなるんですかね。ダンスをやってた方がダンススクールを立ち上げる方が多いんで、うん、なんでダンサーのためにみたいなスクールが多いんで、そうなる形ですね。うん、なるほどね。はい、まあ、分かるんだけど、でもそれで結構成り立ってるじゃないですか。そうですね、まあ、ただ多分赤字のダンススタジオの方が多いとは思いますね。なるほどね、はい、でも自分が好きでやってるからまあいいみたいな、はいはい、そんな稼げなくても。そうですね。で、今のそのやり方だったら、はい、本当なんかこう統一感なくなると思うんですよ。はい、そのダンサーのためにこれやってんだよみたいな、うん、はい、先生のためにやってるんだよみたいなと。でもそれでもなんとなく世の中増えてるから、そこら辺どうなのかなと思ったんだけど、はい、なかなかやっぱそれだと儲かんないわけね。そうですね。あとは先生について横によそに引っ張っていかれるとか、うん、なんでダンススタジオに生徒っていうよりかは、まあ先生につくっていうところが多いかもしれないですね。はい、対象としては別にその将来ダンサーになろうとかそういう人じゃないわけですよね。そうですね、はい、うちの場合は初心者を完全に狙いに行ってるスクールなんで、他とはそこが違うかなと思います。うん、感覚としてどうなんですか？3歳から5歳、うん、そのぐらいの幼児の女の子が10人いたら、はい、ほっときは何人ぐらいダンススクール入るんですか？4人ぐらいは来ると思いますね。まあ、特にうちの場合女の子が9割ぐらいなんで、まあ、10人が女の子だと、まあ、ダンスに合う合わないで見られると、まあ、8人とか7人とか来ると思いますね。それは多いですよね。そうですね、今3歳のうちからダンス習うっていうのは結構多いですね。まあ、ちょっと前々だったらやっぱスイミングっていうのは、はい、なぜかスイミングなんですよ。そうですね、まあ、スイミングしかなかったっていうのはあるかもしれないですね。でもやっぱり今そこのスイミング、別にあれも何で言ってんだか分かんないですけどね。そういう層がダンスに流れてるのはあるのかな。はい、
なんかスイミングは、できるだけちっちゃい時から習った方が筋肉の質が良くなるって言われてたんで、将来野球するにしてもサッカーするにしても筋肉の質って大事なんで、早めにスイミングスクール入る方がいいよっていうあの説はあったんですけど、分からんよく分かんないですよ、はい、みんな言ってるからみたいなのあるわけですよ。あ、そうですね。だって僕が子供の頃なんて50年前なんてのは、はい、男もみんなピアノとかやってて、はい、ピアノ右脳教育みたいなはい、でみんな別にピアノが上手くなるわけでもみんなピアノ僕はやってないけど、はい、そういう習い事市場のこうなんかあるんだよね、はい、流れみたいな。そうですね、まあ、今までだとその習ってる順位でいうと公文があって学習系が並んでて、その後に水泳、まあスポーツ系でいうと水泳が一番に来てたんですけど、今後その習いたい習い事でいうと今ダンスが1位に出るんで、はい、習いたい子が多いんで、まあいいところかなと思ってます。林さんどうですか。確かにダンス習っといた方がね、将来クラブとかで遊ぶとかそんなこと考えてる人はいないと思うよ僕はあのビップの席でこうなっちゃって別に困りはしないですけど、フロアの皆さん困るんじゃないですか、ね、将来か将来クラブに行った時にそんなことぐらいしか思いつかない違う、そんなことどうしてるそうです、そう思って習わす方は、まあ、ほぼいないかな。ないですよ、いません。今あの中学校の授業の必須にもなってるんで、なんで結構まあリテラシーの高いあのご家庭の方は中学校の必須なんで、早いうちにダンスに触れさせておこうとかっていう方がうちのスクールでは結構多い。体育の中でやるわけ？選択制になってて課題授業みたいな感じですね。ダンスするの？はい、まあ、学校の先生がダンスを教えてるんで。できないでしょ。まあ成り立ってはないとは思うんですけどね。まあ、まあでも親としてはね、いろんなことをさせたいっていうか。そうですね、はい、本当にスイミングだってなんだかわかんないでみんな行かせてるんで、はい、ちょっといいってなったらちょっと行かせようってなるのか。でも10人に4人、女の子だったらもっと高いっていうのはそれはすごいですよ。はい、はい、というわけで亀井説明会話したんだっけ。さっき話しましたけど一応最後に、はいはい、1月21日土曜日、はい、ちょっと先ですね、はい、放送から考えてもらうんですよ。どんな人に来てほしいですか。はい、まあ、一番は子供が好きで、こう地域盛り上げたいっていう方が来てくれると最高ですけど、まあ、子どものビジネスに興味がある方で、まあ、長期的な目線を持って、まあ、5年後10年後に安定的な利益を取りたいと思っている方が来ていただけると嬉しいです。はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで